せんちょっと小声でちょっと教えてあげる。ないがきの綺麗に咲く桜の土地を右に曲がったらベンチの角の積み木みたいなあんな可愛いお店。このお店に良い薬があると聞いてきたのです。優しい心探すなら、そこにあるでしょう。あなたもきっと悩みをじっと耐えていながら、言ってくれるか、ごいこつと目印にして、シャミネコリスベン、あの世の隣、おもちゃみたいな、あんな不思議なお店。このお店に良い薬があると聞いてきたのです。優しい東京の探すなら。